会の掟その2、ウーロン茶で食事を楽しむべし。私飲み会でご飯おろそかにする人本当許せないんですよ。飲みも大事ですけど食べも重要じゃないですか。いやもう熱量がすごいな。野呂さんと温度差はあるんですけど、私もその掟に1票入れます。やっぱりゆいはんもそう思う？アイドル同士同じ意見だね。そうですね。すげえ苦笑い。これ苦笑いの見本だろうね。でも俺あの顔よく見るよ。あ、確かにね。上島さんだけ喋るやつみんなこの顔になりますもんね。そう、みんなしらーっとしてムーっとしたから、おーい。ああ、これだこれだ。ここでクイズです。なんで？肉の旨味っていうのは下のどの部分で感じると思いますか？タイミング。おかしい。おかしいか。おかしいだ。いやもういい。ちょっとじゃあそろそろおでん来ません？おでん。すみません。おでんください。うまいね。うまいんだよ。やってくださいよ。ウーロン茶飲むから。合う。これは合うね。改めてお料理を美味しくいただきましょう。ウーロン茶で新竜兵会いただきます。乾杯は生ウーでサントリーウーロン茶。